朝日新旧整骨院の沢です。今日はですね、寒くなってきてこう夜の寝入りが悪かったりとか、あとは年齢を重ねてきて夜寝入りが悪いとか、あとは寝てもすぐ目が覚めてしまうっていう方の解消方法を紹介します。寝入りとかこう寝てて目が覚めるっていうのは実は体温が大きく関係しています。どういうことかというとですね、夜寝るとき夜の体温が上がっていると寝入ったりとか、あとは寝入ってからの状態がいいんですけど、夜に比べて朝の体温が高くなってしまうと、これは反対に夜寝にくかったりとか、あと朝目が覚めてもなんかぼーっとしてこうすっきりしなかったりっていうふうなことにつながってしまいます。で、解消方法は言うとですね、夜の体温を上げるためにしっかりとお風呂に入ってあげたりとか、あとは運動したりするのも朝とか昼じゃなくて夕方とか夜に運動してあげると体温が上がってくるんで、そうなってくると夜寝入りやすくなります。寝にくかったりとか寝入りがちょっと悪いっていう方はぜひ試してほしいなと思います。それでは皆さん、また再来週お会いしましょう。さよなら。